こんにちは、ナレーターの染香です。あなたの周りに大してイケメンではないのに、なんであいつは女性受けがいいんだろうとか、イケメンなのに全然彼女ができないのはなんでなどという人はいませんか？あなたは外見だけで女性受けが悪いと諦めていませんか？またあなた自身がなぜ自分は女性受けが良くないんだろうと悩んでいる場合もあると思います。誰だって女性受けのいいモテる男になりたいですよね。女性からも男性からもかっこいいと思われる男性も中にはいますが、大抵の場合、男性から見たかっこいい男性と女性から見たかっこいい男性には違いがあることを皆さんは知っていますか？男性から見て、あいついいやつだよなという男性が必ずしも女性受けがいいとは限らないのです。では女性はどんな男性に惹かれるのでしょう？こんな男性を女性は求めてる？受けのいい男性の共通点。それでは女性がどんな男性を求めているのかをまず知りましょう。アンケートなどで女性にいい男の条件を尋ねると、大体こういった回答が上がります。1、爽やかで清潔感がある。2、礼儀正しい。3、尊敬できる。4、下心が出てない。5、女性のペースに合わせてくれる。6、楽しい、面白い。7、趣味がある、自分を持ってる。8、男らしい、などとなります。じゃあ具体的にどうすればいいの？と思った方も多いと思います。ではなぜ女性はこういうタイプの男性に惹かれるのかを例を挙げて考えていきましょう。どうしたら女性が追いかけたくなる男性になれるの？1、爽やかで清潔感があるってどういうこと？女性が言う清潔感とは、服を洗濯してるとかお風呂に入ってるとか、そういうことだけではありません。もちろん髪型や服装がきちんとしてなかったり、シワの寄った服などは NG ですが、それ以上に気をつけたいのは、おしゃれをしてても自分に似合っているものをちゃんとチョイスしているかとか、きちんとしたマナーを身につけているかなのです。例えば高い服を着ていなくても似合っていればかっこよく見えるのです。食べ方が汚い人は清潔感があるとは言えませんよね。表面的な清潔感だけでなく、トータル的にクリーンなイメージが女性受けのいい男性の条件なのです。2、礼儀正しくなるには、ありがとう、ごめんなさい、いただきます、ごちそうさまなどの挨拶や言葉は自然に出てますか？特に男性はありがとうやごめんなさいが言えない人が多いです。何かしてもらった時には必ず相手の目を見てありがとうを忘れずにしましょう。食事に行った際にお店の従業員の方に対して横柄な態度を取ったり、感謝の気持ちを持っていない男性は非常に女性受けが悪いです。男性のお年寄りや子供に対しての接し方も女性はよく観察しています。日頃から周りに気を配れるようになれると女性受けはぐーんと上がりますよ。3、尊敬できる大人の男性を目指そう。相手の女性が同じ学校や職場の場合、普段から真面目に勉強したり仕事で成果を上げている男性は女性受けがいいです。女性は自分よりもスペックの高い男性に惹かれる傾向があります。ただこういった男性は自分に自信を持っているので、プライドをあまり前面に出しすぎると女性が近寄りがたくなってしまうので、自信があっても謙虚な態度の方が女性受けはいいです。仕事や勉強では厳しくストイックなのに、女性にはソフトで優しいなどのギャップがあるのも女性受けのポイントは高めですよ。4、下心はそっと隠しておこう。女性は爽やかで清潔感のある男性が好きと先ほども言いましたが、初対面から妙に慣れ慣れしかったり、距離が近かったり、ベタベタと触ってくるなど、こういった男性の行動を嫌う傾向があります。特にお酒の席などでは酔った勢いでエッチな発言や行動をする男性はいくらイケメンでも女性からは受けません。会ってすぐに体の関係を迫るのも遊び慣れていると思われ女性に惹かれてしまいます。また美人や可愛い女性にだけ愛想がいいのも女性はしっかり見てますので注意してください。5、女性のペースに合わせるって何？
女性は優しく保護してくれたりリードしてくれる男性を好みます。それもただ強引についてこいみたいな感じではなく、女性のペースや性格に合わせてリードしてくれることを望んでいます。例えば何かを決めるときにちゃんと女性の意見やリクエストを聞いてくれたり、疲れていないか気にかけてくれたり、ちょっとした女性の変化に敏感なのも非常に女性受けがいいんです。さらに優しく女性の話をうんうんと聞いてくれる聞き上手の男性も女性受けはいいと言えるでしょう。女性は優しく思いやりのある男性が好きです。自分に合わせてくれていると感じるだけで嬉しいのです。独りよがりにならずに、女性が今どうしたいのか、何か困っていないかなどを注意深く観察しましょう。6. 話が楽しくて面白い。ノリが良くてちょっとチャラい男性も実は女性受けがいいんです。砕けた雰囲気や相手を乗せるのが上手い男性は、引っ込み思案の女性でもついつい話しやすくなってしまったりします。お笑い芸人の方がモテるのはこのパターンですね。また話題が豊富で話が途切れないのは、女性も楽しい、また会いたいと考えますので、追いかけたくなる男性の特徴と言えるでしょう。チャラいのはキャラ的に無理だなと思った方も安心してください。笑顔や親しみやすさを心がければ OK です。自分で演出するのが無理なら、面白いものを一緒に見に行ったり、笑えるグッズなどの小道具を使えばいいのです。とにかく話しかけるときには笑顔を心がけ、女性を笑顔にしてあげる努力をしましょう。7. 趣味がある、自分を持っている。芯がしっかりしていて自分の考えをちゃんと持っている男性や、夢中になれる趣味などを持っている男性は、女性から見るとキラキラと輝いて見えます。優柔不断な態度や一緒に楽しめることや話題の少ない男性は、一緒にいてもつまらないからです。女性は自分で物事を決めるのが苦手な人が多いですから、他人に振り回されない男性はかっこよく見えるのです。特に優柔不断な女性には強引な意見や行動も有効です。ダメ男がモテるのも実はわがままだったりするからなのです。女心は微妙です。優しい男性が好きと言っているくせに、実際は強引でわがままな自分を振り回す男性に惹かれたりします。ただ相手の女性のタイプをよくわきまえてアプローチしないと失敗することもありますので、恋愛初心者にはおすすめできません。自分勝手と芯がしっかりしていることの違いをきちんと把握できることが重要ですよ。自分にはハードルが高いなと感じた男性は、飾らずに自然体で素の自分を見せられる男性も、女性にはオリジナリティがあると映るので、気負わずにありのままの自分を受け入れてもらえるようにすると、好感度が上がって女性受けが良くなりますよ。8. 男らしい。多くの女性は男性に男らしさを求めています。外見で言ったら程よい筋肉がついているとか、手が大きかったり力が強かったり、内面的にはいざという時に頼りになるとか、余裕があったり包容力があるといったところでしょう。女性は男性に甘えたいと思っていますので、男として頼りない男性には甘えられないと感じ、興味を示しません。連絡がまめで男性の方から誘ってくれるのも、女性は相手に安心感を抱きます。ちょっとしたことに動じることなく対処できたり、小さなことにすぐに怒ったりうろたえたりしないのも、器の大きい男性と思われ女性受けが良くなります。また困難や辛いことがあった時も一生懸命に奮闘したり、メンタルが強い男性にも女性には男らしく映ります。女性はこういった男らしさに色気を感じることが多いので、常に現状に満足せずに成長し続ける姿を女性に見せることで、男性としての魅力がアップしますので、自然と女性受けが良くなるでしょう。まとめ。一口に女性受けがいい男性といっても、いろいろなタイプの男性がいます。まずは自分にもできることから始めましょう。自分に向いていないことをいくら努力しても、女性からはちぐはぐなのはバレバレです。まずは身近な女性の反応に気をつけて、自分がどう見られているのかを観察してみてください。例えばあなたのいいところを伸ばすだけでも、急に女性受けが良くなることだってあるのです。
それから周りにいる女性受けのいい男性の真似できるところを探してみるのもいいでしょう。女性は努力している男性が好きです。イケメンじゃないからと諦める前にできることから努力していけば、女性受けはきっと良くなると思います。まずは自信を持って女性が追いかけたくなる男性を目指しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。